カズです、今日の動画なんですけども、僕は顔だけバーチャル YouTuber っていうのを始めたんですよ。今サラリーマンしながら、YouTube 始めて3ヶ月経ったんですけど、次4ヶ月目になるんですけど、ちょっとねこう顔だけバーチャルの動画が少しこうねうまく伸びてきてるんで、ちょっと需要があるかなと思って顔だけバーチャルをする YouTuber のメリットとデメリットを今回ね3つずつ詳しく説明できたらと思ってこの動画を撮りました。ぜひね興味がある方は引き続きこのままね見ていただけたらと思います。はい、じゃあね僕ね今の現状を簡単に言っておくと、YouTube のチャンネル登録が60人で本当していただいてる方ねありがとうございます。で、総再生回数が4000回、そして総再生時間が1万分を達成しました。まだねこう収益化するまでの1000人と4000時間までね25倍ぐらい多分必要だと思うんで、これからもっとね頑張って撮っていきたいと思います。はい、じゃあ早速なんですけど、デメリット3つとメリット3つをまずせっかくなんでねデメリットの方からちょっと説明していきたいと思います。はい、ではデメリットの第3位なんですけども、これねデメリット探してたんですけどそんなになかったんですよ。でもちょっと無理やり3位に入れたのがですねこちらです。仮に有名になっても誰かわからないっていう、これぐらいしかないかなと思ってちょっと第3位に入れさせてもらいました。こう YouTuber で顔出してこう街中で1万人声出したらちょっとたまにね1回2回声かけられるっていうふうに言われるんですけど、実は僕ね別のチャンネルね実は出てたりするのがあるんですよ。そっちではね、たまにちらほらやっぱり言われるんですよね。何々さんですかって。これね確かにこうデメリットに捉えたら有名になっても誰かわからないっていうのはあるかもしれないですね。これ置いといて、じゃあデメリットの第2位をいきたいと思います。これはねやっぱり顔だけのバーチャルで人じゃないので、実際の顔じゃないのでこう多少ファンがつきにくいっていうのはあるかなと思います。別の方の YouTube を見てる中でもそういう意見はあったので、ここはこうもうどうしようもない。でもねこう実際こうファンがついてくれるとこもあるんで、なくはないんですけど、比べると顔出しに比べると多少つきにくいっていうのはあるかもしれないですね。これがデメリットの第2位に入れました。はい、そしてデメリットの第1位ですね。ここはね結構デメリットとして大きいと思います。僕はこの顔だけバーチャルをする上で iPhone X 以上でできるミー文字っていうのを使ってるんですよ。ミー文字の機能っていうのはこうね顔だけバーチャルを作ると自分の顔に反応してどんな感じでも撮れるんですけど、ただねこれにはねいくつかデメリットがあるんですね。例えばメリットといえば本当にどんなことでもこう顔がついてくるんで、例えばみんな大好きハッピーターン、こんなのも全然これ余談になっちゃいますけど食べても大丈夫なんですよ、ね、全然このシーンいらないんですけど、でこれって実はデメリットとしてこう離れるとね顔がね見えちゃうんですよ。だから距離感が外れるとこれが外れちゃうんで撮影できるね距離の限界っていうのが決まってくるんですね。ここって結構デメリットだと思うんですよ。例えば外で撮影したりとかコラボしたりとかしてこう距離感がある撮影の時は本当にこの機能使えなくなるんで、そこは一つ大きなデメリットですね。でもう一つはこれ5分の動画とかを撮るのにすごい容量使うんですよ。 5GB とかなんで、ね、僕 iPhone11 の 64GB のiPhone 使ってるんですけど、もうね10分の動画とか撮ったらでも全然普通にパンパンになるんですね。こんな感じになっちゃうんですけど、なんで今回の動画も3分ずつこう撮って3分また撮って最後もう一回3分撮ってってするんですけど、最後の3分撮った時にその動画がもう消えちゃったりするんですね。喋って撮影した後にこれ本当に辛いんでかなりなデメリットですね。ここは一つねやろうと思ってる方は頭に入れておいた方がいいかなと思います。なのでこのミー文字をぜひねやってみたいっていう方、この動画を見てねやってみたいという方だったらすごい嬉しいんですけど、方がいらっしゃったら iPhone の10以上のモデルで容量は絶対 256GB 以上の方が絶対いいです。もう撮影毎日とか撮りたいとか週に何回撮りたいとなったら絶対その容量のものを買った方がいいので、そこはおすすめしたいと思います。はい、じゃあ次ねメリットの、第3位から話していきたいと思います。これねやっぱりいろいろありましたよ。まず第3位ですけど、これね顔出しをしないのでバレないっていうのを第3位に入れたんですけど、実際ねこう声が出ちゃってるんで、こう動画さえ見てもらったらもう誰かっていうのはバレてしまうんですけど、例えばこうサムネイルの中でこう表情を入れてたりしても、そこでパッと気づかれることもない。こがまあ一番のねメリット、第3位のメリットかなと思います。で、いきなり始めれるっていうのもこれメリットだと思います。僕ももともと池早さんっていう方の動画を見て、その時にこの動画を見ても絶対 YouTube 始める人はまずいないっていうふうに言ってたんで、よっしゃ始めたろうと思って撮ったのがこの顔だけバーチャルのスタイルだったんで、まず何も考えずにポンって始めれるにはこのスタイルはすぐおすすめしたいんで、メリットの第3位に入れさせていただきました。はい、じゃあメリットの第2位ですね。2位はですね、デメリットの2位であったファンがつきにくいっていうところの逆で、うまくやればこれキャラとして確立すると思うんですよ。なんかこうね、こういうキャラクターを愛おしく思ってもらえたらいいかなと思うんですけど、っていう意味でキャラとしてうまくいけばファンがついて登録チャンネル登録もしっかりついていくっていう意味があるんで、僕はここはねある意味メリットの方に捉えました。なんでうまくやっていくんで、ぜひねチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、そしてメリット第1位ですね。第1位はまさにこれ撮影する時に準備がそんなにいらないんですよ。 YouTube で顔出ししてる方って、女性だったらしっかりメイクして綺麗になって始めるとか、男の人もね髪型しっかりセットしてかっこよくして、ひげ生えたらひげ剃ってとかってやると思うんですけど、実は今日この時点で僕、起きたばっかりなんですよ。今ね実際ね髪ボサボサで、眼鏡も本当につけてるんですけど、今眼鏡で眠たい感じでやってるんですね。でも別にそんなに気にしなくても、これがある程度いい感じに作ってくれるんですね。だから撮りたい時に撮れるとかっていうのがすごい一番のメリットかなと思います。準備ってすごい大変なんで、特に女性とかすっぴんでもできちゃうっていうのがかなりおすすめなんで、ここは本当に顔だけバーチャルの一番いいところだと思います。結構ね休日って家でゴロゴロしてたい時とかってあるじゃないですか。そういう時にでも朝からダラダラして、いざYouTube 撮ろうっていう時も変な格好、これも今ね下はちょっとジャージも履いてるんですけど、顔も作らず髪型もセットせず寝起きのままでも撮れるっていうのが顔だけバーチャル YouTuber の一番のメリットだと思います。是非興味がある方はミー文字っていうスタイルを使って簡単にサクッとね、是非ね1本目の動画をね上げていただけたらと思います。何を偉そうに言ってるんだって思われるかもしれないですけど、僕もねそれをね3ヶ月前に始めて、ちょくちょく学んできて、少しずつ皆さんにねチャンネル登録や見ていただいて成長してきてますので、5万とか10万の方の YouTube のすごいですよっていう、こうやったらいいですよって話も僕も見るんですけど、僕は逆にこういうね底辺でちょっとずつ伸びてる方の YouTube を見るんですよ。だいたい撮影する2時間前って僕2時間 YouTube いろんなの見てから今日も撮影始めてるんですけど、やっぱりリアルで底辺同じラインでイメージ湧く方を見るのってすごいね、勉強になると思うんで、是非ね僕のチャンネルを登録していただいて、興味がある方は、顔だけバーチャル YouTuber をやっていただけたらと思います。もしねその時ね始めた場合はコメント欄に「始めました」っていうのをいただけたら、例えば Twitter とか何でもいいんで僕フォローさせていただくんで、ちょっとね偉そうなこと言ってるように聞こえるかもしれないですけど、それぐらいね仲間が欲しいんで、興味がある方は是非よろしくお願いします。その時は最大限で応援したいと思いますので、よろしくお願いします。でちなみにこれはねどうでもいい話なんですけど、僕はね一応目標を1000人になったら、顔だけバーチャルやめようかなっていうのは考えてます。それはなんでかっていうと、1000人になったら友達とかにも YouTube 始めたよって言えるかなと思って、そこを一つの目標に始めてます。なんで今は顔だけバーチャルをしっかりやって、自分にできることを少しずつ、プレッシャーを感じないようにやっていこうと思ってます。はい、じゃあね、今日の動画は顔だけバーチャル YouTuber のデメリットメリットの第3位を紹介しました。ぜひね参考になったっていう方は、グッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ぜひこれからもねサラリーマン顔だけバーチャル YouTuber として頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。さっき編集してたんですけども、大体ねこれちょっとせっかくなので公開しとこうと思って、今回撮影で使った容量が大体 iPhone で13ギガぐらい使いました。たった10分の今見ていただいた動画ですけども、これでもこのミー文字を使うと、大体その13ギガぐらい使っちゃうんで、本当にもしねちょっとでも見ていただいて考えていただける方がいらっしゃったら、iPhone の容量はなるべく大きなものを使って撮影することをおすすめします。すいません、以上です。